まして、アグナさんのことを説明するマネージャー代わりのつばめ屋さんが、ジャパニーズステーマスレースクイーンどうやこうや言ってたらレスラーって言われて、そうどうもレスラーにプロレスラーに勘違いされたという、はい、レスラーに移転しました今日だけ明日からはもう普通のレースクイーンに戻ります。で、今日初めて MC をさせていただくんですけど、はい、前々からずっと気になっていたことを聞いてもいいですか？はい、どうぞどうぞ。チームが悪の組織のチームじゃないですか、はい、由来は何ですか？由来はね、はい、こういうキャラクターグッズを作ろうとして、はい、これを、どうしてかね、ハンターカブというバイクを乗ってまして、はい、後ろのロングスイングアームを伸ばしてる、はい、だから後ろ足の伸びたカエルのキャラクターを作ろうとして、はい、ブログに載せたのが、はい、悪の組織によって改造されるのであったって言うたのが、そういう漫画があるんですか？仮面ライダーです。あ、仮面ライダーのセリフです。あ、それを真似して書いたのが、9月5日なんで、はい、確か9月5日が悪の組織のヒットだと思います。9月5日が悪の組織のヒット。はい、その時はまだひらがな表記やったんですけど、はい、カタカナにしたのが面白いということで、先ほども朝のうちに大阪府警の白バイに、この悪の組織のまま、大丈夫ですかって言いながら、白バイにまだかってきました。世界を守りますね。一応10年ほど前の出来事なんですけど、川西警察署長さんが、ミニバイク、バイク好きで、川西警察署長杯というミニバイクレースのイベントがありまして、はい、もちろん悪の組織でエントリーしまして、見事この方と一緒に組んで、優勝して、表彰台で悪の組織の雄たけびを上げたと。そういう事件もありました。ただ初めてパッて聞かれる時って必ずここで「え、悪の組織？」結構インパクトある、はい、たくさんステッカーが貼られてあるんですけど「はい、え、悪の組織？はい、アヒルの組織？はい、愛の組織？はい、カエルの組織？全部の組織？はい、あ、違う違う、これは色素だから色素、え、色素って何ですかね。私の、はい、活動に感化された方が二軍を名乗らせてほしいというふうに言われました、うん、でそのゼッケン2が、悪の組織2軍で、はい、ゼッケン3が悪の組織3軍、まあ、一説によると5軍とか20何軍まであるんじゃないかという、すごいです。この悪の組織のシールも、このロゴを使わせてくださいという、はい、アスギルの組織はあの方です、はい、いろんな方が堂々とパクらせてくださいということでいろいろ増えてます。もしかしたらもっと増えるかもしれないですよね、はい、もしかしたら警察の組織とかできるかもしれませんね。もしかしたらここにあるかもしれないですね、はい、今日X で見させてもらいました、はい、白バイですよ、はい、そうです、あれにまたがってる、はい、悪の組織の一家さん、タイトルは国家権力となってます。あ、そしてあれですよね、国家権力わらわら、そう、なんか笑いながら通り過ぎてみましたけどね。国家権力って言いながらでもそれは見られてある方がいるってことですもんね。そうそう、今日は一般の人に、はい、サイン2枚書きました。おお、じゃあもうあるんですか、サインの書く、まあ、カタカナで丸にしてあーって書くだけですけどね。簡単でいいかもしれない。去年のこのイベントで初めてサインを書いたんですけど、はい、女の方が すいません、サインくださいって言われたら、どーってびっくりして、ぐっと振り向いた嫁さんでした。危ないで来られて、これは優しい奥さんだ。私もまだサインもらったことないので、背中に書きましょう。絶対言われると思ってました。絶対背中に書きましょうかって言ってくれるだろうなと思ったら、言っていただきました。そして、悪の組織さんとこのステッカー貼られてある、アヒルの組織さん、これ来週3月24日に京都にある京都の宇治田原っていうところにある近畿スポーツランドで開幕戦、レースがあります、それが今年最初のレースになりますので、観戦だけでも見に来ていただけるだけでも嬉しいです。ぜひ
お時間がある方は見に来ていただきたいです。入場料500円なんですけど、じゃんけん大会は見に来られた方も参加自由なので、結構ええもんがもらえます。例えばお米1袋とか、まあたまに天かす1キロっていうのもあるんですけど、ね、パスタ、2キロでしたっけ、そんなのもあります。で、いいのは OGK さんのヘルメットが当たったり、そういうのもあるんで、皆さん、はい、参加していただきたい、はい、すごくいいものがあの、はい、じゃんけん大会でいただける。結構協賛の商品はいいものが出ます。私も一回じゃんけん大会で、あのなんていうんですか、表彰台の上に乗ってこうはいってする側だったんですけど、一回だけお客さん側で来てじゃんけんしたんですけど、あのお米5キロいただきました。やっぱりあのやらないよりやった方がいいですね。遠くから見るより一回だけでもあの体験、はい、アットホームなレースなんで、あの目を振り上げて速さっていうレースじゃなくて、まあ、みんなほのぼのとしながら、まあ、お笑いも本当に、はい、それは思います、はい、あの初めてサーキットあの行かせていただいた時にいつもはこうなんていうんですか、緊張感のあるサーキットばっかり行ってたんです、はい、で初めて近畿スポーツランド の, あの株の耐久のレース見させていただいた時に、なんて楽しいんだって。緊張感なさすぎでしょ。和気あいあいで、はい、本当に行ってよかったって必ず皆さん思われると思いますので、まだ行かれてない方はぜひまず来週の日曜日来ていただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。はい、そして助け舟をお願いします。はい、見つめましょう、はい、そのポーズのままストップして、はい、そのポーズのまず組織、はい、マイクの持ち方が怒られたな。そうですね、角度アグニャンの形。ああ、なぜならなぜならビコードね、マイクには手法方向性ってことで、この方向で撮るのこと、はい、ほとんどがね、だから声が入らない、で雑音だけが入る、あとなるべく近づける、今のマイクの特性だ、はい、皆さんも聞いといてね結婚式の何かのお話ししてねとかあるでしょ。皆さんもその時に素人になるかもしれませんよ。でよくあの最初にコンコンとか叩く人もいる、マイクが入ってるかなとか、はい、あれ大体あの音響の人に怒られるの、お前よりマイクの方が高いわって言われるの。マイクは叩かない、で角度近づく、まあ、彼女の正解、さすがに慣れてる。ありがとうございます。あのレースクイーンステージで、はい、マイク持つまで、ね、皆さんこんにちは。ちょっとレースクイーンはやったことないけど、それはそうだ。安物の政治家みたいになってるから、ね。まあそんなもん、でもまだこれとも慣れてる方なんで、一般の方はもしマイク持つことがあったら角度をつけ、口に近づく。なんですか、なんでマイクの説明しとんの。来週のレースがねあるんで。ね、その後もカブ耐久とかね、ルーツと8時間耐久とか、はい、サテライトステージとかいっぱいありますので、ぜひね、アグニャを見にで結構ですから、天空のサーキット、近畿スポーツランドまで来てください。500円で入場できますので、よろしくお願いします。すごく楽しいサーキットです、はい。お待ちしてます。フライヤーはそこにありますので、まだもらってない方は2枚以上持って帰ってください。はい。はい、組織もアグニャもお疲れ様でした。ありがとうございます。最後にもう一回いきますよ。アグロー組織ありがとうございます。ありがとうございます。あの3時半からの最後の、トークショーと撮影タイムがありますので、ね、はい、ぜひトークショーではアグニャンモノマネオンパレード。はい。さっきのでオリーブ覚えたよね。オリーブ。はい。私ポパイしますからオリーブやってね。わかりました。いいですか。ですね、そうですそうです。できたね。できたね。YouTube で確認ですね。YouTube でかっちり確認したから、はい。じゃあルパンもしますからよろしく。わかりました、はい。はい。ありがとうございました。あの無限ゲームもやりますんで、あの集大成発揮します。ありがとうございました。